くらいですかね。ですね、はい。ちょっとお待ちを。ちょっとお待ちを。Q シートを出し忘れてるっていう。いいですよ、ゆっくりで。OK。はい、大丈夫です。大丈夫ですか、はい。では開始していきまーす。はーい。今夜もよろしくお願いします。お願いします。ちょっとそんなにボリューム。はい、いきまーす。はい。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで始まりました。よろしくお願いします。お願いします。もうめちゃくちゃ眠くて、もう、はい、でもロレツまで回らんさだっていうのもなんかここ最近、はい、めっちゃ夜晩酌してるんですよ。あら、お酒飲まれてるんですね。飲んで寝てるんですけど、はい、朝方起きちゃって、うんうん、でその後眠れずまた寝たら出勤時間ギリギリというのが続いておりまして、そりゃ疲れますよ、ね。それでもう今日も収録では、スポーツの日、はい、で3連休になってるんですけど、うんうん、もう私は普段通りお仕事なの で、はい、でなおかつなぜか知らないんですけど4時間コースという長時間のお仕事をしてたので、はい、それも相まって疲れが今どっときております。僕も一昨日は単独ライブの音響、はい、昨日はおばあちゃんの代わりに結婚式に出席、いい今日は出勤というですね。ああ、はい、それまた全然休みありませんでした。あら、キャンさんも大変ね。ありがとうございます。では番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで早速、ツイキャスが来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。お、早くもスタート。あ、気づいたらまだ6時になってなかったっていう。そうです、今日結構パタッ、まあ、さっさと準備が進みましてですね。気づいたらまだ6時じゃなかったって、はい、ヤンポーさんも来ております。サッチーキャンチーこんばんちー。こんばんちー。サッチー DM 届いてたと来てますが、届いてましたよ。さ、後で紹介したいと思います。では1曲いきたいと思います。はい、お願いします。ちょっと待ってくださいね。あったった。今週のテーマにちょっと乗っ取ったものを今回は紹介したいと思います。 SKE48 で例のポテトチップスです。どうぞ。いや。ただ休みがないだけじゃなくて、例のこの車のパンクとか、ね。ああ、いろいろ重なって。はい。で車のタイヤ交換とかですね、はい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 、いろいろあったんで、うんうんうん、まあ疲れました。それは疲れますよ。ゆっくり寝たいですまあでもようやくちょっとなんか鼻が通るようになったんで、うんうんうん、ぐっすり寝た感はあるんですけど、あ、ようやくここ2週間ぐらいずっと鼻がもう詰まって、うんうんうん、苦しかったんであんま寝てない感じがして、ああ、なるほど。私もあれだな、なんか最近
夜中咳してて、それで夜中起きたりするんですよ。苦しくて、ゲホゲホゲ、あまた始まったみたいな感じで。なのでもそれで多分寝不足もあるんかも。夜中の咳辛いですよね。寝れなくなるんで。でしかも 寝た瞬間に出たりとかするんですよ。そうそうそう、ね、そう。久しぶりにこの曲聴いた。SKE とか AKB とかめっちゃ聴いてたのに、当時。あ、大好きって言ってましたもんね。そうそうそう。めっちゃ聴いてた。なんか握手会だったかな、またなんか再会するとかなんとかって言ってたけど。うん、今卒業する人がめっちゃ多くて今。うん、卒業発表する人が。なんかアイドル系ブームがちょっと過ぎ去った感ありますよね。ありますね、確かに。で男性アイドルグループがかなり出たんで、うんうんうん、多分そっちの方が人気あるのかな。ああ、多分そうかもしんない。で男性アイドルグループって男性も推しやすいんですよ。はい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 、なるほどなるほど。なんかあのオタク扱いされないので。うーん、確かにね。女性アイドルグループを男性が推すとちょっとなんか若干ね、かなり強いハートを持っとかないとなかなか入りづらいなってところあるので、うんうんうん、参入障壁ありますからね。僕は高校生の頃に全く興味ないのにアイドルオタク扱いされて、はいはい、え？あの困ったことがあるので。そうなの？全然話ついていけず。あら。当時はモーニング娘。でしたけど。あは、あは、あは。AKB でもなく。なく。AKB 出たのってでも、私が二十歳、19ぐらいの時だったはず。ですよね。うん、結構そんなに、あ、本当に僕たちが高校生の頃出てはいたけど人気はなかった、うんうんうん、みたいな感じだったと思う。結構地下アイドル的な存在だった。そう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 。一部 AKB が今から来るよっていう形で言いましたけど、うんうんうん、で大学生ぐらいの時にももクロが出始めて、ああ、ももクロはなんか来そうだなって感じは確かにありましたけどね。うんうんうん。はい、では間もなく。はい。お聞きいただいたのは SKE48 で例のポテトチップスでした。では早速、今週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。今週のテーマは好きなスナック菓子です。というのも、オンエアの10月15日、まあ毎月15日って書かれてたんですけど、ネット上ではお菓子の日らしいので、はい、でそれでちょっとお菓子だと結構幅があって、うん、私も困っちゃうってなるので、うん、範囲をちょっと狭めてスナック菓子というふうにしました。でも狭めた結果今度歌で困りましたね。そうですね。そうですね、はい、あれなんかあったっけみたいな、はい、意外とあのスナック菓子系の歌がないと なかったっていうのがちょっと半分あいやーと思ってしまったけど。キャスの方でナルトラさんも来ております。お疲れ様です。お疲れ様です。メールの方に行きたいと思います。はい、お願いします。チェッカーズのソウさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。久々にメールします。スナック菓子はあんまり食べないんですが、家で、飲んで結構酔っ払った時に食べてみる見たいいですね。かっこ、記憶も飛び飛び。翌日子供たちにあれあのお菓子はと言われて、すいません昨日母が食べたみたいですということが年に数回あります。あ、でもチーズが大好きなので濃いチーズ
味のスナック菓子はいつも買っちゃいます。あと辛いやつ、なんだ食べた辛いピリピザ辛いピザポテトってやつが美味しかったです。わさび味と梅味も好きです。またメールしますと来ております。確かになんかいっぱいありますからね。まだあの辛いピザポテトっていうのまだ食べたことがなくて、うん、普通のピザポテトは、はい、私も好きなんですよ。辛いって聞いた瞬間です。相当辛そうなんで、うん、なんか見た感じがちょっと辛いなって思ったので私はそこで躊躇してるんですよ。辛いの僕結構今好きになってるので、はいはいはい、ちょっと行ってみたいなって気はするんですけど、はい、あのあんまり完食をしない人間でして僕、はい、だからもうこう言いながらも結局買わないだろうな逆に、はい、逆に買わないって言って、まあ美味しそうとかって思ったりもするんですけど、はい、本当に完食をしなくてですね。じゃあほとんどお菓子とか食べない派ですか？そうですね、ほぼご飯しか食わないですね。あら、あらまあ、でも本当にたまに無性にポテトチップス食べたくなったりとかする時あるんですけど、はいはいはい、まあ、でもそういう時以外であんまり食べたことないですね。埼玉の郷さんも来ております。あ、サッチーだ、こんにちはと来ております。こんにちは。味噌煮込みスキーさんも来ております。こんばん味噌、こんばん味噌、祝日収録だからツイキャス聞けると来ておりますね。メールの方に戻りたいと思います。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。好きなスナック菓子、発売した頃からずっと好きなお菓子、それがピザポテト。来ました、ピザポテト。来ましたね。あのポテトについたピザフレーバーとチーズの味がほんとたまりません。ただなら毎日でも食べたい。笑い。ちょっと値段がお高いのがたまに傷なので、普段は、値段の安いポテチを買いますが、贅沢したいときはピザポテトを買いますね、と来ております。確かに最近ちょっと物価高でいろいろと値上げしてるんですよね。ポテチも、うん、まあ、まあスナック菓子系もそうですけど、私も最近ピザポテト、まあだいたいスーパー行ってチェックするのがピザポテト、はい、でその後ポテトチップスですね。ああ、僕ポテトチップス結構定番かなと思ったんですけど、意外とそうでもないんですね。そうでもないんですよ。私まだ他にあのスナック菓子でちょっと沖縄にしか多分売ってないんだと思うスナック菓子があるので、あれをちょっと最近ハマってない、後でちょっと紹介しようかな。楽しみです。はい、では次のメールに行きたいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、好きな夜のスナックではなく、好きなスナック菓子。僕の好きなスナック菓子はたくさんありますが、推しを挙げるならカルビーのポテトチップス、サヤエンドウ、カラムーチョ、あとはわさビーフとピザポテトは好きですねと来ておりますね。やっぱり皆さんあれですね、あのピザポテトは来ますね、うん、来ますね。キャンさん、ちなみにあのポテチは何味が好きですか？僕はもう断然薄塩です。あ、薄塩か。はい、なんかイメージ的にはあれかなと思った。コンソメとかですか？ですかねと思ったんだけど、沖縄大好きさんがツイキャスの方で、こちらこそメッセージおりごとうございます。あ、間違えた、ありがとうございますと来ています。ありがとう。めちゃくちゃ体を動かして汗かいた後とかは食べたくなりますね。あ、塩が欲しいって。塩ね。あとカロリーも欲しい。ですよね。DM の方も来てましたので紹介したいと思います。お願いします。ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、好きなスナック菓子。サッチー、キャンチー、こんばんちー。こんばんちー。
して、好きなスナック菓子ね。二人は知ってるかな、8分の5チップか、8分の5チップって知ってます？名前は聞いた覚えはあるんですけど。ポの切れ味かな。8分の5チップは、チップスター風じで、ポはカラムーチョ風じやしが、若いん？アンシェイヤーと来ております。おー。あ、8分の5チップスは私確かね、小学校かそこら辺ぐらいの時に確かあったような気がするんですよ。駄菓子屋さんとかであったりしますか？あ、ありますありますあります。そう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 。まあ、周りの同級生とか食べてたとは思うんですけど、はいはい。なぜ僕、このお菓子がそんなに得意じゃないの、小学生の頃からなんで。あららら。ら。あんまり食べたことがないですね。そうなんですね。はい、ツイキャスの方で、みそ煮込みスキーさんが、気まぐれネーム、気まぐれみそスキーって来てますね。好きなスナック菓子、カールのチーズ味です。来ました、カール。あー、カール美味しいですもんね。しかし名古屋では発売中止になったので、関西行ったり沖縄行ったりした時に買います。でも沖縄で買ったら、なんだかっぱらって、かさばって、はい、飛行機に乗るの大変でした、苦笑いと来ております。あ、そっか、カール今あれなんですよね、なんか関東の方ではあんまり売ってないとか、地域があるみたいですね。あるみたいですね。あのサクサク感たまらないですよね。そうなんですよね。なんか私が一応あのツイ X の方で上げたレイが、レイのあのなんだろう、スナック菓子いっぱいガーってカルビーとかいろんなの載ってるの写真があったので、はい、あれをあえて載せたんですよ今回、スナック菓子っていうことで。でも私が好きな一番今ハマってるのがこれではなかったんですね、実は。まあ、時間も時間なんで、私がちょっとハマっているものをちょっと発表しようかなと思います。はい、お願いします。私が今ハマってるのは、梅ファーっていう、はい、梅に花って書いて梅ファーって書くんですけど、ほう、なんかそれのお菓子がめっちゃなんか美味しくて、はいはいはい、それに今ハマってますね。梅の香りがするんですか？梅の香りもしますよ。めっちゃ多いんですよ。なんかどのくらいあられがあるじゃないですか、はい、あんな感じでいっぱい食べれます。美味しそう。美味しいですよ、めっちゃ。昔なんかカールかなんかの梅味とかありましたね。あった時にすごい美味しかったなって思い出があるんで、うんうん、はいはいはい、そうそう、そういうのいいですね、うん、梅のスナック菓子、梅のスナック菓子いろいろ。あと何だったかな、カラムーチョじゃなくてスーパームーチョとかもあるじゃないですか、はい、あれも結構私酸っぱい系が好きで、うん、だから一時期スーパームーチョとかも食べたりしてました。酸っぱい系いいですよね。さっぱりしてるし、はい、うん、酸っぱいマンとかいいですよね。いいですよね、本当。僕昔好きだった時期があって結構食べてたんですけど、今全く完食しなくなりましたね。あらー、ちょっと食べよ。いやいいかな、太っちゃいそうなんで。いやそんな食べ過ぎなければ大丈夫。いや 今ちょうどバランス取れてそうなんで。あー、私もメファーハマってると言いつつお家にあるっていうね、まだ開けてないのが、うん、頑張って今食事の量を減らしたので。あ、なるほど。1日2食だけにしたんで。なるほどなるほど、はい、そういうことなんですね。そうですね。あと私、まあ旦那の陸海空さんがハマっているのがカラムーチョ。あー、カラムーチョも美味しいってよく言いますよね。カラムーチョは私小学校かな、中学校ぐらいの時一時期ハマって、一人で2袋とかめっちゃ食べてました。おー、その時は辛いのが好きで食べてたんですよ。え、辛いの苦手になったんですか？苦手になりました、逆に。珍しいですね。辛いのってだんだん耐性ついていくイメージなんですけど。逆に食べれなくなっちゃって。なので最近はこの梅ファーっていうお菓子と、はい、まあ、あと食べるのはまあそうだ、サヤエンドウとか、うん、ちょっと塩加減があるかなぐらいのやつをよく食べますね。僕が辛いの好きになったのはお酒のせいなんですよね、完全に。あらら、
お酒飲むようになってかなり好きになりましたね。私の旦那もあんまり辛いのを最近はしょっちゅうキムチとか食べてるんですけど、つまみで、はい、その前までは旦那も辛いのがあんまり好きではなかったというのを本人から私は聞いてますの で、うん、で旦那とスーパー行ったら必ずカラムーチョを買おうとするので私は止めてますあえて止めて、え、ちょっと待ってちょっと待ってって、私食べないよとか言って、ちょっと待ってちょっと待ってお兄さ ん、ラッスンゴレライになっちゃったなんか今日あれって言ってたけどな、あ、なんかヤンポーさんがカールは何、西日本からなくなったのかなと来ておりません、はい、東日本か、はい、東日本からなくなったのかな、まあ、なんかそんな感じらしいですよね。そんな感じでなんかニュースにも一時期なってましたよね。はい、はい、なんかヤンポーさんはなんかいろいろね、なんかあ、いっぱいあったけど、最初私のあのこの X を見てこの中から選べと言ってるのかって思ってたみたいでいやいやこれはレイだよって言って、はい、ちゃんと DM 来てるのでよかった。例えばですよ。そうそう、さ、例えばですよって言って、昨日めっちゃ話は変わるんですけど、昨日めっちゃ飲んでて、あのたまに来るナッティーナチコさんの配信に昨日遊びに行ってたんですよ、あの飲みながら、はい、あのしたらもう大爆笑しながら、私も咳もコンコンしながら、あのでも大変なことに昨日なってましたね。そういえば、告知というかちょっと募集を今回かけようかなと思っておりますが、はい、ちょっと私だけの知能ではだんだんあのテーマが絞れなくなってきたのでちょっと皆さんからこういうテーマでちょっと話してほしいなっていうテーマがありましたら、私の方に DM なり、今この場でコメントしていただく、この場でコメントしても多分来週のテーマになる可能性はあります時間がまだあるので、はい、なのでちょっと このテーマで話してとか、そう、提案、沖縄大好きさん、テーマの提案お任せくださいと来ておりますね。さあ放送時間まだ3分ありますよ。3分あるのでその間に来るかどうか問題ですが、あの私もそろそろちょっと仕事のドタバタとニーブイカーブイとで大変なことになってきておりますので、テーマの提案来ました。沖縄大好きさんから、好きなロックバンド、ロックバンド、ロックバンドもかっこいいですもんね。そうですね、なんかあるかな、まあまあまあ確かに探せばあるけど、私が今頭が働いてないので思いつきません僕はもう好きなロックバンドだらけですからね。ああまあそうですよね。コピーバンドもやったことありますからね。おお、すげえすげえ、いいな。ラルクと語りながらなぜかあのビーズばっか歌うバンドでしたけど、ね、あれラルク1曲しか入ってねえじゃんって。ああ、沖縄大好きさん、自分の好きなロックバンド、おすすめのロックバンドなどコピー版も OK。 おお、じゃ あちょっと沖縄大好きさんの後でちょっとメモって、とりあえずテーマの案として一つ入れておきます。どうしようかな、私が決めた唯一のの来週しようかなと思いまして、はい、あのキャンキーにはさっき言ったんだけど、はい、はい、それにちょっと来週はしようと思います。来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは好きな粉物料理です。旦那の陸海空さんの方がなぜか粉物を使った料理で好きなのは何かってみんなに聞いてみたらって昨日急に言われたので、はい、それにしたいと思います。まあ粉物料理って言ってもいっぱいあるので、いっぱいありますね。あのうどんとそばは今回除きます。はい、おお、除くんですね。除きます。なるほど。それ以外のもので好きな粉を使った料理を教えていただければと思います。まあいろいろありますね。僕はさっき粉物食べてきましたからね。あれそうなの。はい、ついタイムリーなお話でございます。あ、そうなのね。はい、
私最近粉物なんか食べたかな、食べてる気もするけど。10個ぐらい丸いやつ食べてきました。あはあはなるほどなるほど、想像ついたあっちゅう間に想像がついた。ちなみにキャンさんは、はい、あの最近お菓子食べないって言ってましたが、はい、唯一食べるスナック菓子以外のもののお菓子ってありますか？スナック菓子以外でですか？そうですね、今はもうそれこそ本当に食べなくなっちゃったんですけど、はい、唯一好きだったのはチョコレートでした、はい、あやっぱりチョコレートか。チョコレート好きだったんですけど、はい、でどんどん苦くして高カカオにしたんですけど、はい、それでも食べれなくなって今だからあんまり完食しなくなった。あなるほど、そうなんですね、はい、ということでお時間来てしまいました。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと、はい、ミキさんのキャンでした。じゃあねー、またねー。粉物料理、そう粉物料理です。来週は カープボーイさん、お珍しい、今日来るのが遅かったね。皆さんこんばんは。今、国立劇場沖縄にはありますよ。古典音楽、すげえ古典音楽。私も古典は弾けないな。民謡だったらなんとか弾けるけど、民謡とかのあとなんだっけ、ビギンとかブームとかだったら弾けるけどって感じかな。まあ、お家にあるけど三振全然弾いてないっていうね。三振、そう三振全然弾いてなくて、僕は楽器を諦めた人間ですからね。うん、諦めたの？諦めましたね。いや私三振以外で弾けるのあるかって言って多分ない。ない。もともとギター弾いてたんですよ、学生の頃は、うんうん、おでも手が麻痺したっていうのと、あもう一回なくなっちゃって。なるほど、はい、なるほど。それで DJ やっちゃいましたね。あでもそれはそれで逆にいいんじゃない？ DJ は DJ でまたちょっと違うことが入ってくるので、うんうんうん、機械的な知識とか必要なんで、あこっちの方が入合ってるわ。ああなるほど。あなんかキャスではそうでもないですけど、私髪染めて、なんかお家で見た感じなんかキジムナーみたいになっててびっくりしたんですよ自分で。キジムナー赤くてから旦那にキジムナーかお前って言われてから。僕は昨日親戚の結婚式に行ってみんなに、あい久しぶり、すごい髪だったねで司会アリンクリンで、おあの挨拶しに行ったらクリスに、あのなんかどこ の, あのカジノのオーナーかなと思いましたよいいないいな、アリンクリンアリンクリンの最近動画見てたな私。あのいつもピーチキャスさんのラジオにコメントしてくれるんで、うーんいつもお世話になってますって挨拶行ったら、あー笑い声聞いたことありますよキャンさんって , 笑い声かいいつもピーチさんで後ろで笑ってるやばやばウケる。一応ちゃんと認識されてるんだと思って。あなんかなちこさんがあれって言ってましたよ、なんかちゃんさん の,、はい、あの声めっちゃイケボだから今度顔見てみたいって言ってましたありがとうございます。今日まだ来てないかな、明日来るとか言ってたけどね、昨日の時点で。いつかゲストに来てくださいっつって、ね、なんかこう出ようかなっていう話もしてたんですよ、なちこ、うん、呼びしてるのよ、うえっちゅうねうえっちゅうね。しかも同じ高校の卒業生っていうね C 社じゃないですか、完全に完全に C 社ですよ、だからC 社だけどめっちゃ呼びしてるでも仲のいい証拠ですね僕も一個上の先輩にあのマイケルとかっていじったりとかでしかもあの僕が5月誕生日で向こうが6月誕生日です。お1ヶ月だけ同い年じゃないですか。あそっか、1ヶ月間だけ同い年だよっつっておい死なすよではまた来週。はい、お疲れ様です。